インディファガブルは、イギリス海軍の巡洋戦艦、インディファティガブル級の一番艦。1908年度計画で建造。1911年収益。収益後、本国艦隊の第一巡洋艦船隊所属となった。1913年1月第一巡洋艦船隊は、第一巡洋船艦船隊と改名 12月地中海に移り、地中海艦隊の第二巡洋船艦船隊所属となった。1914年8月独巡洋船艦ゲーベンと軽巡洋艦ブレスラウの追跡船に参加。8月4日、巡洋船艦インドミタブルと共にゲーベンとブレスラウを捕捉したものの、機関の状態が悪かったために追跡しきれず、これを逃してしまった。11月3日、 ケープヘレス砲撃に参加。マルタで整備後1915年グランドフリートに編入。ユトランド沖海戦で爆沈するインディファティガブル1916年5月31日、第二巡洋船艦船隊所属でユトランド沖海戦に参加。南層の際、本艦は A 巡洋船艦6隻の戦列最後尾に位置しており、特巡洋船艦フォン、デアタンと交戦した。 15時48分に、独順要戦艦5隻が、砲撃開始、A 巡要戦艦も応戦した。しかし、A 艦隊は、正確な照準ができず、本艦の砲撃も、同弾であった。16時頃、フォンデアタンの28センチメートル砲弾にないし3発が、艦尾に、命中、続いて艦首にも2発命中した。艦首への命中弾により、弾薬庫が誘爆、合沈した。 1019人の乗組員のうち救助されたのは2人であった。ありがとうございます。